はい、青春秘密基地青葉です。今回紹介するのは香川県高松市にあります昭和思い出館の方にお邪魔してきました。こちらの方は昭和レトロな、ね、懐かしいおもちゃや雑貨なんかをね展示しているスペースもあるんですけれども、それと同時にね昭和懐かしい学校給食の方が食べることができるということで、仕事のお昼時間を使ってちょっとこちらの方でランチの方を食べてきました。まずは店内の様子をご覧ください。中の方はね若干散らかってる感があるかと思うんですが、この日はねちょうどね祖母戦国お城祭りというねお祭りの後ということで、結構ねその辺が忙しくてちょっと店内の方が散らかっているということをお聞きしました。でこちらの店長さんの方が祖母さんということで、どうも戦国武将の祖母さんの末裔にあたるということで、こちら近くの方に大きなお墓の方もあって、そちらの方はね長男さんが代々ね切り盛りしているということで、そういったね先祖代々ゆかりの地の方で昭和懐かしいレトロ博物館と学校給食を食べることができるといったお店の方を営まれているということでした。ただ、ね、非常に、ね、エネルギッシュな方で、お城祭りの方も自分でね企画してお祭りの方を立ち上げたり、現在は手作り甲冑の方の指導やイベントの方にも参加されているということで、非常にね幅広く忙しく様々なことに参加されているということでした。もともと祖母さんはホームセンターなんかでねお仕事をされていたということなんですが、なんとねこちらの建物自体ね自分で自作で作られたということです。基礎だけはね業者さんにお願いして、あとのねこの梁とか骨組みとか様々なね上物に関しては自分でね全て時間をかけてね仕事の休みなんかを使って少しずつね手間暇かけて作られたということで、非常に器用な方なんじゃないかなと感じました。でこちらの昭和思い出記念館の方では予約をすればね外の方でこういったねバーベキューができるスペースがあるので、ウッドテラスの方でジンギスカンやバーベキューなんかも楽しむことができます。で今回はね学校給食ということで、この辺はね学校をイメージした黒板や机なんかが陳列されているんですが、学校給食の方を食べてきました。アジフライ定食の方とクジラの竜田揚げ定食の方を食べてきたんですけれども、こちらのねコッペパンなんかも当時のコッペパンを自家製でね手作りで再現されているということでした。でいよいよ2階の方に上がっていくんですけれども、2階の方にはね昭和懐かしいブリキのおもちゃなんかが陳列されているんですけれども、その前にね階段の両脇には映画のねポスターなんかが貼られていて、昭和のね懐かしさを演出してくれています。こういった懐かしいポスターもね非常に今はね希少になっているんですけれども、そういったものもね綺麗に保存されていて陳列されていました。で上の方のコレクションがこんな感じで、かなりたくさんのねブリキのおもちゃといった感じで、自分が集めているものよりもね若干年代は古いのかなと、1960年代前後のおもちゃなんかが多いんですけれども、中にはね新しいものも混じっているんですが、非常にね貴重なものがねたくさんね見受けられました。でね当時ねこう集め始めた頃は社会人になっていたということなんですけれども、そのホームセンターでね仕事をしていた頃にプラモデルの仕入れなんかをやっていた時に、そのおもちゃの問屋さんの方に行くことがあって、自分がブリキのおもちゃを集めてて好きなんだという話をしたら、問屋さんの方がね協力してくれて、それではね奥の方にもう売れないようなブリキのおもちゃや昔のねおもちゃなんかがたくさんあるから、定価の半値ぐらいで譲ってもらうことができたというお話を聞きました。その後ねやはりねお宝鑑定団なんかで注目されて、昭和レトロ玩具とかブリキのおもちゃなんかがね非常に高価な価格で取引されるようになったため、なかなかね購入することができなくなってしまったんですが、そうは言ってもねそうやって高価になる前にねそういった問屋さんと出会うことができて、定価の半値で購入できたというのは非常にね羨ましい時代だったんじゃないかなと思います。自分が集めた頃にはねもうすでにそういった全てがね古いものに関しても価値がね見出されていて、非常にねプレーネになっていたので、そういった面では集め始めたのが早かったということもあって、まだそういったね価格高騰の煽りを受ける前に古いおもちゃの方を手に入れることができたということをお聞きしました。こういった感じで昭和懐かしいブリキのおもちゃなんかがたくさんね陳列されているんですけれども、そのほとんどが大人になってからね少しずつコツコツ集めたものだということをお聞きしました。でこちらのお店にはね中にはねお客さんが持ち寄ってくれて、古いものをね自分の自宅の方から持ち寄ってくれて、ぜひねこう飾ってやってくれという感じでお土産代わりにくれるといったようなね、そんなエピソードもあるというようなお話を聞きました。非常に羨ましいですよね。でこちら思い出映画館ということで上映中となっているんですけれども、中の方を入りますと映画のパンフレットがねずらーっと並んでいたり、まあ映画のポスターなんかももちろん貼られているんですけれども、こちらはねシアタールームといった感じで、映画館のね椅子をね実際もらってきて、こちらの方で、ね、映画鑑賞するような、そんなね大人のくつろげるスペースの方も用意されていました。
でこちらの博物館の方なんですけれども、通常の博物館とね若干違う点があるんですけれども、それはねこういったねコレクションの方がガラスのショーケースに入っていないということですよね。やはりその辺は店長さんに聞いたところ、基本的にはね触るのは NG なんですけれども、やはりそういった触ったダメージとかそういったね状態についてはそんなに気にしないというお話をしていました。それは自分も非常に共感するところで、やはりねこうやって古いものは古い年月をかけて子供が使い込んだ傷や汚れなんかがあってね当然で、そういったものも非常にね時の流れを感じるポイントであって、使い込まれたおもちゃというものがね特にね愛着が湧くというのも自分もねそういった面では共感する部分があります。そういった観点からもこういった陳列の方法になっていて、言ってくださればね触ってもらっていじってもらっても構わないというようなお話もしていました。ただね今までねこういったお店をやっていて、こういう状態でね陳列しているんですが、大きなトラブルやねこう壊されてしまったとかなくなってしまったということもなく、お客さんのモラルの方もしっかり守られているのかなと思いました。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。